はーい、皆さんこんにちは、のっぺんです。信長の野望新生やっていきましょう。さあ、前回はこちら、引き続き伊達攻めを行っております。ねえ、かなり領土削れまして、これなら最上家ともうすぐ領土接するんじゃないかな。で、島津の方はというと、もうちょっと毛利家頑張ってほしいですね。さあ、ということで引き続き頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、ということでやっていきましょう。で、どんどん部隊出していきましょうか。じゃあこちら津川城、はい、攻めまーす。はい、で、今度はですね、今度はこちら、黒川城、いいですね、いってらっしゃい。はい、行くぜ。今回で伊達家滅ぼせそうだな。で、飯の平城を攻める敵もおりません。了解。誰か言ってた？わかりました。はい、じゃあ騎乗してください。はい、お疲れ。さあ、で、はい、島田城落としました。ナイス、オッケー、来ました。で、敵消爆。はいはい、どうよ、ダメですよね。はい、解放。で、これによって、そう、最上家と領土を接しましたよね。じゃあこれ従属はできませんか。竹と同盟や従属、そういうことか。伊達と同盟結んでるかってことね。なるほど、了解です。じゃあ寝返り士官行きましょう。はい、お聞きください。で、次は、はいはいはい、相馬も2体だ。で、さっきのは蹴まない何がし、はい、で、細川王と沖明で、沖明だ。本当に沖明だった。はいはい、ようこそ。で、次は、はい、相馬森田ね、こいつは優秀ですよね。で、次は蹴まない正嗣、こいつも優秀なんですよ。はい、頑張って。これより心に励みます。で、こっちの人たちはじゃあ起動させましょう。はい、で、柴田城はそうですね、誰入れましょうか。じゃあ、信近、いってらっしゃい。はい、で、この辺はじゃあ、まあいいや。はい、で、この柴田城をこれですね。はい、じゃあ官兵衛軍団に引き入れましょう。オッケー。さあ、官兵衛も動くんだ。官兵衛に負けんなよ。はい、いってらっしゃい。で、はい、軍開発、もうすぐ終わりそうですね。いやー、長かった。はい、で、あとは兵糧支援ですね。はい、お願いします。はい、いってらっしゃい。はい、で、温泉不足、いいですね。温泉はいいよね、みんな好き。はい、承知つかまつった。行ってらっしゃい。さあ、で、最上家のもぎゃ、もぎゃじゃない、最上義明殿がお見えです。はい、よろしい。新前、素晴らしい、ありがとう。今後ともよしなに。ちなみに、もしかしてこれ援軍。うわー、借りてきやがったこの野郎。それに新前、いやー、こう、なんか三枚舌がいこう。どうなの。はい、兵力支援お願いします。で、開発、あとやってないとこどこだ。ここか。はい、じゃあ農村、怖い農村。はい、いってらっしゃい。兵を奮い立て。はい、戦ぞ。で、はい、柴田城を攻めるときはもういません。はい、じゃあ起動してください。戦に備え、はい、ありがとう。で、今度はあとどこやってほしい。ここが、はい、どうぞ。いってらっしゃい。さあ、頑張れ。めちゃめちゃ舞台動いてる。恐ろしい。さあ、で、天下統一までは道まだ遠く。はいはい、攻略目標か。いいや。はい、はい、行ってこい。で、兵力し、兵糧支援ですね。はいはいはい、行ってみましょう。はいはいはい。で、今度は、ここ全然開発してねー。やばいやばい。で、あとは、ここが小諸城。はい、ここはじゃあ、じゃあ、君、松平秀康。はい、頑張りたまえ。いてこい。で、あとは、こっち行ける？さすがに無理か。いや、無理だな。はい、もうちょっと領土近づけないと。で、あとこっちはもうあれだな。はい、で、合戦いける？腕が鳴る。いや、他部隊だけだとな。で、はい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 、忙しいわ。
じゃあここはい3歳13歳1作ってほしい人ここだな。はいじゃああこれじゃないこれじゃない、はい3歳1はい城を奪います。で豪雨により洪水が発生しちゃうんです。大丈夫、うちじゃないよね。あーもう全部うちや。うわーやりました、なえるわ。大丈夫、おおだで、はいはい取り込みナイス。でとはい分解要請聞いていただけますで、うわー土砂災害、はいはいはい、じゃあ佐々木よしげ頼むわ。はいで河川花モスで、はいはいこの方東洋、あー来たナイス、よしで、はい河川花、はい対策お願いします。心得申した。さあ頑張れ頑張れ。この城は我らが落とす。でこっち、あーよ津川城つきました、ナイス、オッケー、いいぞいいぞ。で敵長爆この二人東洋、うわー初段して解放、はい、はい三春城戻しました。やっぱ竹中半兵衛軍団がすげえな。ナイスナイスナイス。でこの方東洋ダメ、まあしょうがねえ。はーい、さあ願い石館とかもある、ないか、はいはいはい、よしよしよし、だいぶ維新が溜まってる。で津川川あーっと、はい、土砂撤去ナイス。で忘れてたわ、はいじゃあ津川城を神戸軍団に引き入れる、はいはいはい、さあ頑張れ神戸、半兵衛に負けるな。さあ行ってこい、えい、さあ手柄を立てよう。我が武を示す時が来た。でこちら、はい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 、河川氾濫ナイス。で、あー来たー神戸神戸来たー。で部下に寄せね、あーいいよいいよ、お聞きください、どん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 要求して。でこっちはあとはやってないとこ、いややってるんだけどなー。これ兵庫、はい、えさあ内戦頑張って。であとはここだね、あここだ、これはい1じゃない農村ごめんね、のぺいさんしっかりして、はい、さあどうだ、戦が始まる、さあ頑張れ頑張れ、もうすぐ落とせる黒川城、やりました。あでオリベーナイス、あーで、はい簡易賜りました、チューム卿ありがとう、はい黒川城落としました、ナイス、よーし敵将爆、伊達政宗の首を取ってこい。で小高城も落ちましたね、ナイス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 。伊達もうすぐ伸びる。でここは大名直轄軍了解、そんな遠くのとこを任されてもな、こっち行けない、あ無理か、あでもこっちは行ける、はいじゃあ氷西山城行ってください。で今度はここはさすがに無理、早く拠点近づかないとね、いけるいける、行くぞ、さあ頑張れ。であ金山開発、いやー早くやりてー、あーのち開墾いいね、ナイス。じゃあはい、まずは金山開発、あ秀頼やる、いいぞ、さあ基地を越えていけ。で軍開発、あとはやってないとこはある、ないって言って、あーあったわ、まあ、あと2つか、はい了解、ういさよろしいで、はい最上家との同盟2ヶ月了解、やってるよね、やってないですねこれやってないのかい、神殿神殿急いで、うわー引くわ、はいお願いします、はいやってみせましょう、はい行ってみましょう、ういさあどうだ、で、はい金山開発、あまた素晴らしい、よし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 、承知いたしました。で、はいはい、でこれで開発終わるかな、あとはあ農村が1個あったか、ここだっけ、はいじゃあ三歳一、ういういじんを構えよ、さあいけいけ、戦の始まりぞ。小高城は誰入れようかな、小高は鍵がつ、おーいいね、あ、なんか誰か、大丈夫、しまったしまった、なんか仕事やせてたわ、ここだったかな、はい着陣、さあどう、で、まずはじゃあ、農地開墾、うわ忙しい、着手しようか、で次は待て、
どこだったっけ。うわ忘れちゃった。やってないとこ教えて教えて。ない。よし。じゃあ兵力支援。で兵糧支援。でここで軍開発終わったら添付しましょう。添付じゃない添付。で農地開墾。うわ。上位集落ラッシュ。はいはいはい。よし。でこうしていいよ。どんどん石高増えるよ。あちなみにさ橋場家の政策あ剣地刀狩りはそのままなんだよかった。秀吉が亡くなったからこれどうなるかなと思ったけど。でいいものを見つけたのアイス。であと同盟延長。はいはいはいもちろんもちろんお願いします。はい米沢城落としました。しかも敵の本拠地でございます。これで伊達家相当寝返りあるんじゃない。どうでしょう。いやあんまり人いない。東洋で4人の東洋に成功して。まあダメか。あ信忠伊達家に流れてたのか。なんと悪運の強い。このゴンは忘れる。いやお互いね苦労してるね。ではい、出奔した者がいる。いいですね。じゃあ寝返り士官はいはいはい3名ほどいますね。はいはいはいいいよ。で寝返り士官はいはいはい OK これではいはい東洋頑張ってね。うんじゃあはい東洋頑張ってね。もう信忠地の果てまでも追ってやる。覚悟せい。でで今度は小西山城出るか。はい。お忠勝まだ生きてる素晴らしいあの嫌じゃないからね喜んでるから。であとはこっちの開発終わったかな。オッケー。あの待って今ねちょっと鋳造所作ってるからそれまで待とう。あとはなんか作ってないとこある。いやー除外方針。はいはいはい。でみんなみんな優秀ですね。じゃあ初任町作ろう。はいこれすぐ終わるっしょ。やり遂げてみせましょう。さあ頼んだぞ。敵を打ち砕いたぞ。でアヒョロシン。ああいつもありがとうございます。聞いていただけますか。はい、さあ合戦可能だった。ああまあいいや。はいはい一枚となった武将が6名います。この方はい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 。あ優秀な方多いですね。うんおーなるほどいいですね頑張れ。で室賀衆取り込みナイス。よしさあもうすぐ氷西山城落ちるんじゃない。頑張れ。はい落ちました。敵の本拠地氷西山城陥落。オッケーオッケー。で敵消爆でこの6人をはい投与。いやみんな忠誠たっけ。はい解放。はいはいはい。でよしじゃあこう騎乗させましょうか。はい。で秀より騎乗したら転覆させましょう。いつ帰れるかな。まだ。はい。じゃあもう一部隊ぐらい送っとくか。こうああヒョロが補給線が長い。野戦となる。まあここはなんとか竹中半兵衛軍団に頑張ってもらおう。で13人の方が亡くなってしまった。ああ。なんということでしょう。さあでは新規一点行ってみましょうか。じゃあ次はこちら陸上を攻めます。行くぞ。はいではいはい復興ナイス素晴らしい。でそうですねあとはあとはあじゃあこっちはいはいはい。さあ黒川城もどんどん開発していこう。でどうかな相馬中村城いける。あいけるね。はいじゃあお願いします。はいさあ竹中半兵衛軍団動け。よし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 いいぞいいぞ。さあ行くぞぞ。さあどうするどうする。腕が鳴るわい。いや合戦もしてえな。さすがに寺池城は無理か。だいぶ遠回り。何だったらお前も滅ぼしてやるからな大崎家。待ってろ。はい丸森城落としました。しかもまたまた敵の本拠地。いやーどんどん本拠地が落とされてかわいそう。で片倉重長か。小十郎まだ生きてるかな。お使いいたします。はい重長だ。ああ来たーナイス。で伊達おなみちゃん絶対来ないね君は頑固な女だね。さあではいはいはいいいね。でここはあ都市範囲外なんですね。はいはいはい。
そうか、他の軍団がってことね。はい、さあではでは、じゃあこっち行ってみようか。はい、あ、待って、渋滞してる。こう行ってこう、はい、城攻めと戦。さあどうよ、どうかな。城を奪います。はい、よしよしよし。で、じゃあこう行ってこうはどうよ。はい、城を奪う。さあどう。あー、で、港建設いいですね。よし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 、よう頑張った。で、正幸頑張って。しました、見事。はい、こちら、敵の本拠地また相馬中村城落としました。さあ、オッケー。これで残りの伊達の拠点2つかな。あ、で、また伊達おなみちゃん捕まってる。はい、東洋。いやー、おなみちゃん捕やっぱダメか。解放。もう絶対振り向いてくれないな、おなみちゃん。で、はいはいはい。で、帰還してもいいですか。もちろんもちろん、お疲れ。で、寝返り士官、はいはいはい。待て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 。はい、申し上げた。あ、で、鬼に集まると、あー、いいですね。わー、これはつらい。で、はいはいはい。で、願いし、あ、長、超釣れたから、はい。で、士官ね、はいはいはい。妙案がございます。いいよー。さあ、で、はい、東洋、はいはいはい。で、はいはいはい。で、東洋、あ、鬼にやつなもと、ナイス。よし、大事にしてやるからな。うえ。で、これで、はい、はい、オッケー。はい。さあ、陸上も落としましたね、ナイス。オッケー、オッケー。ここさえ落とせば。うん、よしよしよし。で、東洋。聞くにはあ、で、伊達テルムネもまだ健在か。はい、解放。噂に聞く寛大な方です、ね。で、はい、帰還してもいいよ。で、じゃあ仕上げとしてこちら、はい、じゃあ寺井家城攻めましょうか。で、私橋場秀頼隊は相参加しません。内政が忙しいんでね。はい、はい、ということで寺井家城落としました。これによって、はい、伊達家を滅亡させました。おめでとうございます。パチパチ。いやー、長かったですね。いや、めちゃくちゃいるな。で、伊達政宗、片倉小次郎、いいですね。さあ、全員投与します。で、伊達政宗来た、ナイス。よーし。で、そうなの。あー、この方だけだ。となると伊達おなみちゃんもうちに来たのかな。あー、よかったよかった。はい、噂に聞くじゃね。寛大な方です。オッケーオッケーオッケー、やったー。で、帰還してもいいですか。もちろんもちろん。さあ、ということで、じゃあこれで、大崎家従属できるね。ナイス。さあ、従え。で、最上家は、あー、最上家従属させれないのか。なるほど、そうか。さあ、ということで今回はここまでにしましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ルペンでした。さよならー。